ワクワクしてます。目指すところはズバリ優勝です。今日は絶対勝つぞ。新たなシーズンの開幕、サポーターの準備も整っています。J3 リーグはいよいよ開幕しました。栃木 SC は昨日ホームで FC 琉球と対戦しました。スターティングメンバーを見てみましょう。結局3バック、そうですね、はい、相手にこうマッチアップさせるためにね、まあ、それより篠田さん6人が新加入、すごいですね。もう全く新しいチームですね、はい、さあ行ってみましょう。グリーンスタジアム4812人のお客様が入りまして、まあ、最初はあの琉球にある程度持たれてカウンター狙いっていうような見方があったんですが、実は全く逆になりましたね。そうですね、前の意識がかなり強かったので、押し込むことができましたね。これもいいワントゥーから西矢選手のシュート、最初の入りの15分は本当にこう前からの意識高かったと思いますね。最後篠濱選手ちょっと枠をそれましたけど、18分にもいい攻撃ありました。西澤選手のクロスはちょっとバウンドが変になって服部公平選手のシュート、いや惜しかったですね。やっぱボックスの中にボールを入れると何が起きるか分かんないですね。で前半終了間際なんですが、篠濱選手の突破でファールをもらいました。昨日この篠濱選手のこの突破目立ちました。そうですね、前の推進力高かったですね。で宮崎選手が左足で狙ってきます。いい角度だったんです。そうですね、はい、軌道も良かったんですけど、少しねこう足に引っかかりすぎましたかね。ちょっとこう、巻きすぎたというような感じ。前半0対0ということになりました。後半に入っても栃木が攻撃の時間がかなり長く、コーナーキック宮崎選手から福岡翔太選手、このヒーローのシュート、まあ、これは新加入選手が入ってもやっぱりキックの質と中の入り方で今年も大きな武器ですね。なんとその福岡翔太選手はロングスローも持っています。まあ、これはロングスローですけどセットプレーと一緒ですね、はい、で篠濱選手は向こう側でシュートだったんですが、キーパーのパクイルギ選手の右手一本、いや今年大きな武器じゃないですか。横山監督にずっと湘南の時からね、育てられたこの福岡選手、楽しみですが、後半の36分その福岡選手からの仕掛け、安藤選手が左サイドで粘ってスペースを見つけますね。そうですね、まあ、非常にこう突破の意識も強いですし、ボックスの中入ったら相手も足出せないですし、あのチーム全体として横の幅を使う意識相当高かったと思いますね、はい、ただ0対0のままアディショナルタイム、このまた福岡翔太選手のロングスローから広瀬健太選手が上がってきていたんですけれども、ここでファウルをもらいました、さあ大チャンス、大チャンスですね。途中から入ってきたガンバ大阪から移籍した岡崎選手が登場したんですが、そうですね、はい、キックの質もね、種類も持ってる選手ですけどね、ここは壁に引っかかってしまいました。少し力みましたかね、はい、0対0、まあ、シュートは14本の4本と圧倒していて、はい、琉球には決定的なチャンスは与えなかったんですが、残念ながら3年ぶり開幕戦勝利ならず、まあ、でも去年の開幕戦と全く違うんじゃないですか、前向きなプレーだったり、この先長いシーズン占う上ですごくこういいプレーがたくさん出てましたから、注目ですね、はい、あと守備も本当にやることやってたっていう感じが、そうですね、まあ、去年から の, その守備のベースっていうのが本当にこう大きいと思います、はい、まあ、横山監督はやっぱり勝ち点3取れなかったのは悔しい、満足してないっていう風に話していたわけですけれども、ゆうすけさん、この試合注目のポイントどうだったんでしょう。勝ち点3取るためには守備のベースはもちろんですけども、点を取らなきゃいけない、はい、そういう意味ではこのゲームたくさん出たと思うんですけども、前半11分のプレー見てください、はい、左サイド安藤選手からですね、はい、これはビルドアップから長いボールが服部選手に入ってボールをしっかり収めて、はい、サポートですよね、距離感で西矢選手、西矢、はい、西野浜の、まあ、最後シュートですね。これはもうボックス付近の崩しとしては最高ですし、長いボールに対してこれ出る前にもすでに2人シャドウの選手がボールに対して関わってるってことですね、はい、でいい距離で前を向いてサポート入るからこそこのワンツーが生まれると、これは得点なんてもおかしくなかったですけどね、もうちょっとっていうところだ、はい、もう一回見ましょうか、服部選手とにかく収まりますよね。いや収まり非常に良かったと思いますね、前線のね、これは一つ安心材料というか、はい、これ全ての選手が前を向いてプレーしてるんですよ、はいはい、これはすごく前向きなプレーですし、まあ、それが起きることによって何が起きるかというと、今度取られた瞬間にまた前向きで守備ができると、はい、攻守においてすごく前向きなプレーがこのゲーム90分間プラスアディショナルタイムを通して出てたと思います、はい、
さあということで、勝ち点1から始まりましたが、来週は鳥取、鳥取です。はい、はい、見てみましょう。次節ですが、アウェーですね、午後1時からガイナーレ鳥取と対戦します。さあ、初戦こちらもガンバ大阪のアンダー23に2対0と勝ってるわけですが、はい、フェルナンジーニョ選手いなくなってどうかなと思ったんですけど。そうですね、監督が森岡さんになってね、はい、まあ、もちろんハードワークとか運動量とかそういうことすごく言われますけども、やっぱりボールを大事につなぐとか、そのフィニッシュ、点を取るため そのボックス付近の作業っていうのは相当トレーニングしてるなという印象を受けるんですよね。まあ、そういう意味では簡単なゲームにならないですし、去年の順位は全く関係ないですし、また新しいチームと戦うっていうイメージを持ちながらアウェーで勝ち点3を取りに行くと、まあ、この開幕戦でできたことをそのままアウェーでやる、やり続ける、自分たちのいい時間帯を伸ばしながら悪い時間帯を最小限に抑えながら勝ち点3を取りに行くってことですね。はい、ね、なんとか3人結びつけてます、ね、本当に悪くないですもんね、全然。いや、悪くないですね、はい、もうむしろ本当に、ね、ここから楽しみですよね、うん、っていう、はい、開幕戦でございました。来週も頑張ってもらいましょう。